select your character. 横で誰が戦ってんのかなと思ったら、ハキュンさんのジンとワタコの白面が走ってましたね。イザナミ。ああ。ジャンピーがヒットしてた。さあ、3人目ですね。湯村信者の麦さんの田岡かバーサス湯村さんのイザナミ。さあ、ここら辺が折り返し点になっていくんですが、ジャンピーヒット。前のジャンピーが強い。プレイヤーネーム見たらこれ湯村さんの信者じゃないですこれ。有識の信者ですか。違うよ。まあ面白いですよ。お、見えどうして見えどうして。画面端、ポンポン。ちょっと、ミスってしまったが、なんか補正切りみたいになった。でもあれは猫にのミスですね。まあ、わからないと。眉切りとか切ればいいのかもしれないですけど。まあ、補正切りの形で、こう伸ばしていく。鍵傘はね、鍵飛びか。なるほどね。あー、飛ぶとダメ。これは CA。CA が強い。まあ、お互い EB が突進しながら下段なんですけど、まあ、突進距離的には多分カオカの方が強いのかなと思いますけど、あー置き技が強い EB、 相模から限定コーンを確認して前回の日置き攻め失敗したら、おい、カオカが多分当たりづらいんですよね。あーでも関係なしと、あーはめていく、これは辛い。おっと、なんか新しいことしようとして失敗しているんですが、これは湯村さんのゴールキーなのできっちり勝っていきますね。あー取り返して1-1。まあ、2タイプ頑張ろうとしたんですが、負けていったが、6ビー、これ、そうですね、すごい無駄くんですけど、強いですね、投げとかで、学生投手したら、6ビー、投げ無敵だよーみたいな、展開して、スカーチゲランが見えない、おー、見てたんですが、振られて 6A に後続、後続で引っかかっていきますね。あーこれが来てきてる、ゴミ、これは足りないが、そこまで追尾するのみたいな、おっと、バクステに引っかかって、ゴミに行くぞ、今出てる、バギガスね、ここら辺、中で変わんない。そうですね、上は見てるんですが、上はこれですか、下がるくらい、これは安定の CC を使った運びで、まず1試合目勝利したのは湯村さんのイザナミ。有識信者の力を見せていただきたいところなんですけど、ここで勝てばもしかしたら2期がやるかもしれないっていう、そう考えて頑張ってほしいんですが、さあ見ていきましょう。2試合目、ここは美味しくカウンターヒットで、ここで8、健康にカウンターして、パスカスキラン、おーっと、2B で前進して、画面端がラッツ、たまらずバースト、そうですね、タオルカの突進力があるので、前に展開はしないで、8枚でか、あ、俺は紫だけ抜けられなくて、回復許して、目の前で展開して、強すぎるの。そうですね、もう飛ぶとこも暴れどころもない、おー、何かやったら、カウンターにして、ちょっと足らなくと思ったが、ちょっと伸ばしたが、おー、もう、このキャラ、まあ、縦張ってないね、どっかで割り込めるんでしょうけど。6上、ヒット、三振、これ強い、相打ち、殴り合って空投げ通していく、カバーと、
コミに許さない。おーっと、ただのミスが埋めなってきたが、おーっと、ただ避けてた。 B 派生でピョンピョン、おー飛び回ってドクロマーク出していく。コミールがペロッて斜めくらいなので、猫さんそう、あーこれはぶっぱなんてダメ、走るかい。最強技ジャンピー、おっとこれは高かった。ギビアバイは受け入れられたので問題なし。おー、削りも怖かったが、まあビットでごまかしていく。さあ3試合目見ていきましょう。特命対空に 5C がヒットしたが、もう対決続けますね。ブラックからのジャンプ攻撃を当てていく。ダウンバックして、おおこれ辛いですね。被弾 B が中断です。2で壁取って画面に回復するので今度が伸びる。そこに出して2000、原点は通らない。そしてコビー結構縦早いんで、あいばめ強いが、立ちから原点攻撃を見せて、固めてほらほらほらと中断通して、そうですね、崩しがようやく通りましたね。これパーフェクトで、麦さんのパーフェクトが1本イスラム選手。おー、シューティングゲーム始まった。2名で固めて飛ばして頭が強くて多くて、あーワンチャンワンチャンで、これが、家で落ちててますね。まあいいヘリ、おー6円、そうですね、通常ヘリだとああいう感じのヒロインになりますね。これは辛いか、これは高めで浮遊して、これは辛い、深すぎな、これミスってるぞ俺の目からでも分かったぞ。あー間に合ってる。そうですね、ニビトと発生遅かったですね。根元だったら多分間に合ったんですけど、距離が遠かったです。さあこれでユーマナさん側はリーチ。おっと技を置いていく、対空したいという。おっとクナでどうしていく、これは囲んで構えていきます。まあいい感じの敵です。さあ高め能力だけだったらさあ男も負けてない。さあバリが張ってないからどんどんこう強いなジャンビー通していく。おっと、おっと、おっと、かけない、決め出せない、かかってしないですね、弾が出てた感じはしたんですけど、たぶん裏回ってて、4D が 6D です。あー、これは非常につらいぞ、ゲージない、おっと、リバース、マイク、耐えれ、ひどいですね。あー、展開が早めに 6D で崩していく。アップスロー入っているので割り出せる。あー見えない、キット確認もしてないかったが、コマ投げゲット回復、目の前で捨て倒して、おーなんかやんかしてるはいはいはい、おー効いてたー、無敵があったのか。これはオーディバなのでちゃんと押し切れますね。ぴったり逆ヒット。そうですね、無敵技があれば安定して大丈夫。まあまあまあ、これは後出しじゃんけんで弓木さんが取っていた形で、これで 1-2 ですね。はい、これで4試合目ですね、見ていきましょう。開幕アンコール、これは勝ってしまうが、飛んで、おっとジャンピー強すぎだろ。裏まで判定、
6映画スクラッパに、おーっとクラゲ、そうですね、クズ軌道が高いキャラクターはこれは強い。これはたまらずバーストを展開して2B、2B、ちょっと距離が足んなかった。あーっと 2B ヒットして、雨始めると同感想、これはいいタイミングで、そうですね、OD してなお逃れていく。ビビ強すぎー、焦げないタイプ、おー当たってしまった。おーこいつ切れぞ、あれで手出したらこっちがカウンターヒットですからね。あーこれで1ラウンド目取っていって、またもやリーチ、お、展開の日にちゃんと DK とぶつけていって、また固めていく。ジャンシーヒット、中断として機能してるぞ、中断立ってた、画面見てるぞ、集中して、あゲージないから当然できない。おー 2B で隠れ取ってきましたね、これはうまい。飛べる、あー 5B なんもなし、 6B もなんもなし、そうですね、付き合う必要はない。飛んで、そうですね、なんで飛んできてるのに裏側に行ってるのかよくわからないんですけど、体育が擦れてしまってる。重ねて、そうですね、体育が出てないんだったら上から行くと、少しこれ確定した、見える、止めとって、これはもう出て、さっき見たー、これ俺きっちり確認したよ、あさっき見たよこれ。まあ安易にゲージ持ってるんだったら実装上パンしちゃダメですよって。まあ展開して外壁はないが、捕まえて、ヒビットは何もなし、テーパー、もう崩しに行かない、自滅待ちスタイルですね、これは。どっかで飛ぶんでしょみたいな、選手が飛べない日にね、スカスキラン我慢するしかないんですけど、おーっとバーストはたまりそうだが、ボディーブなく振っていた。これはアストラルヒートでかっこよく締めていきましたね。というわけで1-3で、ユームライドナミが、勝利。ユームラさんはトータルで2勝1敗ですね、結構勝ってる。